皆様こんばんは。こんばんは。令和2年12月8日火曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵美二郎介と申します。同じく野原美奈恵です。はい、野原さん、今日はですね、はい、特番として、はい、真珠湾攻撃79周年、威風堂々の日本復活をというタイトルでですね、はい、報告したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日の、項目を申し上げます。お願いします。はい、1. なぜ12月8日を検証するのか。 2. 大東亜戦争のレガシー。 3. 日米戦は不可避だった。 4. 人種的偏見を吹き飛ばしたマレー沖海戦。 5. 敗戦に呪縛されるな。以上の5つの項目でお送りいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。まず79年前 の当時の世界情勢をまず皆さんにご説明したいと思うんですけど、はい、その前にね、はい、私この今年の夏に長崎で原爆慰霊碑の時にですね、はい、放送を見てびっくりしたんですね。ある女子高校生がですね、真珠湾の攻撃の騙し討ちの結果、はい、長崎広島に原爆を落とされたという言い方をしてたからね、僕はこの高校生の親の顔を見たいと思ったんですわ。うん、これはね、全然歴史が改ざんされてね、はい、世界の海軍軍人たちがね、一目も二目も多く真珠湾攻撃をですね、アメリカ側から見た闇討ち的な表現をで固定化してしまってるわけ。はい、で今の日本を活性化するためにはね、この固定概念を払拭しないといけない。はい、これはあくまでも虚像にしか過ぎないんですね。はい、でそういうことでですね、今日は時間が少ないんですけども、いろいろご説明したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、これが開戦直前の、地図ですね。はい、で今の若い方々はこの満州国っていうのはご存じないかもしれませんけどね、はい、これは民族が違うんですね。中華民国は漢民族、満州国は満州族なんですね。はい、で、我が国は昭和16年12月8日日本時間の午前3時30分頃ですね、こちらのハワイ、まずハワイに空母6隻を持って攻撃を、先制攻撃を敢行いたしました。はい、これが第1回目のフレーズですね。次、はい、翌日午前10時、本当は午前4時に台湾の基地から発信する予定だったんですけど、濃霧がかかっていたために午前10時の発信になってですね、はいはい、約120機の攻撃隊がフィリピンのクラークフィールドにあるアメリカ空軍を撃滅いたしました。はい、これが 第2ステージですね。第3ステージ、次はイギリス東洋艦隊がですね、こちらの方お願いします。イギリス東洋艦隊ブリンス・オブ・ウェールズおよびレパルスの2隻をですね、このマレー半島クアンタン沖で2時間で撃沈しました。これもね、若干説明しますとね、英国海軍はね、自分たちの持ってる爆撃機の航続距離で計算してサイゴンから話し合ったんですね。サイゴンの基地には日本海軍航空隊が展開してたもんですから、するとね、航続距離はイギリス製の爆撃機の2倍あったんですよ、我が国の爆撃機はね。はい、それで悠々と飛んできて海空戦が展開されてですね、わずか2時間で撃沈されていくわけですね。はい、これがまず大まかな話ですね。はい、本文でもっと細かくご説明したいと思います。はい、でさらにですね、今回この特番を組んだモチベーションのですね、項目は2つあります。1つはね、いいですか、中国が我が国に軍事的挑発を仕掛けている昨今、従来の、ね、平和主義的対象ではこの国は守れないと、はい、対立する米国は政権移行期でアジア太平洋方面の守りはどうしても手薄になると。すでに尖閣はですね、我が国固有の領土である尖閣はね、はい、中国公船の包囲下にあるんですよ。うん、
これが一つ。我が国は79年前、当時超大国であった英国及び新興の米国と同時に4つに組んでですね、戦ったと。当時を振り返ってですね、日本国民の勇気と英知を私は歓喜したいと思ってるんですよ、はい、同じ民族とは思えないですね、うん、平和主義とその敗戦意識にこだわってですね、はい、自国の領土は自国で守るという気概ですね。そうなんですよ、はい、以前のチャンネル桜でも説明しましたけど、はい、15日前にバイデン副大統領にね、はい、菅総理が尖閣を守ってくれとお願いしながらですね、王毅が来た時、王毅外務大臣が来た時に、ね、中国の、王毅外務大臣のペースに全く逆らえなかったじゃないですか、はい、こんなみっともない国家になってはいけないということをですね、はい、私は言いたいんですね、はい、もうお亡くなりになりましたけど、松永信夫元外務次官はね、私が青年士官の頃、はい、メキシコの全権大使をしておられましたけど、彼はですねその時に、ね、どういうことを言われたか、はい、英米アングロサクソン民族というのはパンチのある民族にのみ敬意を持つと、うん、要するに The Brave Respect the Brave、 勇者は勇者を失うというのが基本原則なんですよ、はい、で、あの戦争は不可避だったと。英米アングロサクソン民族はパンチのある民族にのみ敬意を持つということをね、うん、盛んに言っておられましたですね、はい、で、私自身もね、それからその昭和50年以降、年を取るにつれてね、はい、非常にいろんな実体験をしていくわけですよ、はい、これを今日はですね、皆さんに総括してお話したいと思ってるんですね、はい、例えば英米両海軍士官との交流で得た体験を総括してしたい。特にプリンス・オブ・ウェールズ東洋艦隊司令長官副官グラム・アレン氏へのインタビュー、あるいは第三次台湾危機の時に、はい、アメリカ空母に招待されて、台湾の北方会議に行きましたけどもですね、はい、その時に見た司令公室でのゼロ戦の写真、うん、これはね、私が秘蔵しておくのはもったいないと思うからね、今日いろいろご説明したいんですね、はいはい、で、次本題に行きます。で、今日ですね、野原さんに真珠湾攻撃に起きたハプニングをですね、はい、1件だけ紹介したいとしてほしいなと思います、はい、飯田房田海軍大尉のお話ですね、はい、ちょっとその文章を読み上げていただいてから、お写真もご覧いただきましょうか。写真をですね、はい、飯田房田、これです、はい、こちらですね、はい、で、特段私が今日これを強調して、この写真、飯田大尉を強調したいのはですね、はい、第三次台湾危機の時にランチに招待されて、はい、嘉手納空軍基地から艦載機が迎えに来てましたから、はい、それで空母に着艦してですね、ランチも終えてトム・クルーズのトップガンを思い出してね、いい気分になっていたんだな、はい、でその時にその打撃軍の司令がですね、私を司令公室に招待してくれ、次は場所を変えて歓談しようということで案内してくれたんですね、はい、その時にですよ、はい、びっくりしたのはね、司令公室に大きなポートレートがあって、富士山上空をですね、この B1151 という基盤号を書いたゼロ戦に率いられた3機編隊のですね、ポートレートがあったんですよ、で、私は、ね、あまりにも精巧な絵が描かれているもんだからね、下手に私が質問したら、なんだ日本海軍の将校っていうのはレベル低いなと思われてはいけないと思って、こっそりメモして帰ってきて調べたらね、なるほど、空母総竜第二航空戦隊飯田房田海軍隊員の上記になったんですね。なるほど。ハワイ第二次攻撃隊第三制空隊隊長としてですね、見事なリーダーシップと勇猛果敢な攻撃を敢行してですね、そして被弾して燃料がこう溢れ出していたんですね、漏れ出していたんですよ、うん、で、米海軍はね、双眼鏡でいろいろこのリーダーシップを干渉というか注視していたわけ、上空に高度を上げて領機を集めてですね、自分の時間の総流の方向に機種を全部向けさせて、しばらくしたら U ターンしてきて、アメリカの軍事施設に体当たりしたんですよ、この勇敢な行為に対してアメリカは感激してですね、真珠湾30周年の時に記念碑を設立して、しかも試算した遺体を全部集めてですね、丁重に葬ったんですね。それで
空母に乗り込む海軍士官たちのですね共犯になってるんですよ、このリーダーシップが。なるほど、はい、じゃあではそれをちょっと読んでいただきます。飯田ふさた隊員の、ご説明します。飯田ふさた隊員のお写真をご覧いただきながらご説明したいと思います。はい、こちらですね。昭和16年12月8日朝午前7時45分空母蒼龍戦闘機隊分隊長の飯田ふさた隊員は冷戦に登場して航空母艦蒼龍を発艦、ハワイ第二次攻撃隊第三制空隊隊長として列機を率いハワイオアフ島に向かった。オアフ島上空は第一次攻撃隊の攻撃により猛烟に覆われ、加えて米軍の対空砲火は激烈を極めた。金尾飛行場を攻撃、飛行場に並ぶ敵機に大打撃を与えた。しかしこの時飯田機は敵の対空砲火で燃料タンクに被弾しガソリンが尾を引いていた。飯田機は機首を上げ、列機もこれに続き編隊を組んだ。飯田機は帰投する母艦方向に列機を誘導した後手を振って別れ、一機で引き返すと金尾飛行場の格納庫に機を垂直して突入した。米海軍は飯田大尉の最後に感銘を受け、死産した飯田大尉の遺体を拾い集め基地内に埋葬した。昭和46年、真珠湾から30周年ですねには飯田ふさだ大尉顕彰の碑を金尾海軍基地内の突入地点に建立したということです。飯田ふさだ中佐二階級特進生ですね、はい、母碑、新南陽市上新寺というところです。はい、はい、飯田大尉はね、私の海兵の先輩がおっしゃっていたんですけどね、非常に美男子でね、はい、ニックネームがお嬢様だったそうです。そうなんですか。享年28ですね、山口県出身です。まあ、そういうこともあってね、はい、安倍首相が在位中ですね、このそこに対しそこ、この記念碑を訪れていますよ。あ、はいはいはい、次いきますね、はい、項目1、なぜ12月8日を検証するかということで、まず年表を、はい、皆さんね、保守系も含めてね、12月8日を記念しようという話をいろいろ持ちかけたんですけど、はい、なんか理屈にこだわってね、この現場の海軍将兵たちがいかに国威を守るために戦ったかということに対しては立ち入れないんですね、抽象論ばっかり言うもんだから、僕はあえてね、当時の日本が追い込まれた状況をご説明したいと思います、はい、じゃあ野原さん、これ年表を読んでいただけますか。では年表をご覧いただきながら、めぐみ先生にご解説いただきながら、はい、年表をご説明します、はい、真珠湾攻撃への過程と米国の裏技。明治38年1905年、米統合参謀本部対日戦争プランオレンジ計画を着手します。明治40年1907年、サンフランシスコにて日系移民虐殺事件が起きます。大正10年1921年、ワシントン海軍軍縮会議、日本へ戦艦の劣勢比率を課しました。大正13年1924年、米国議会排日移民法が制定されます。はい、それでちょっと野原さん待ってくださいね、はい、それでこの英米はね、日本の大国化を恐れたわけですね、はい、これはね、短期間のうちに欧米列強に肉薄してくるぐらいの国力と国民の能力を持ってるもんだからね、これを放ってたら自分たちが脅威を受けるということで、いろんな工作をかけてくる。それで帝国海軍はワシントン海軍軍縮会議で主力艦戦艦の保有比率を制限されたもんですからね、今度は駆逐艦とか、はい、巡洋艦とか補助艦艇を充実させることによって そのギャップを埋めようとしたわけね、はい、すると次ですよ、はい、昭和5年ですね、野原さん続けてください、はいはい、昭和5年1930年、ロンドンの軍縮会議で今度は補助艦艇の劣勢比率を課せられます、はい、
昭和6年1931年に満州事変が起きていきます。昭和15年1940年米国艦隊のハワイ常駐を発表します。はい、ちょっと止めてもらえますか。はい、それ年表をまず見せもう一回見せてもらえます。あ、年表じゃなくて地図をですね。で、我が国がこの満州にこだわったのはですね、今の中国東北部、東北部ですね、昔あの蒙古の軍が朝鮮半島を通って日本に攻め入ったじゃないですか、はい、2回にわたってね、はいはい、だから我が国にとってはね、この朝鮮半島はとっては朝鮮半島はね生命線だったんですね、はい、でこの満州国はね、日露戦争による勝利によってロシア、ソ連から割譲されたんですね、権益をね、はい、中国から権益を取ったもんではないんですよ、はい、ロシアから割譲したで、ね、で中国はね、万里の長城がこっちにあるようにですね、はい、中国の正式な 国域っていうのはこの部分なんですね、北京に近いこの部分から この部分だったんですね、はい、これが第二次大戦のどさくさでですね、はい、あの毛沢東が取っていくわけですよ、はい、続けてくださいね、はい、それでは最後年表を、はい、満州事変の次ですね、はいはい、昭和16年、2月14日野村大使ルーズベルト大統領と日米の交渉を始めます。昭和16年1941年4月15日ルーズベルト大統領フライングタイガー、中国空軍義勇航空隊ですね、パイロット出動命令書に署名します。中立国義務違反になります。はい、宣戦布告なき戦争を開始するわけです。はい、昭和16年7月23日米大統領日本本土爆撃計画に署名。カーチス戦闘機350機、ロッキードハドソン長距離爆撃機150機、 JB355 米国立公文書館所蔵極秘文書、同年9月実施予定が実施されなかった、欧州戦線で爆撃機の需要が高まったためです。昭和16年1941年8月1日米国石油の対日輸出禁止を宣言、世界メジャーも追従、日本、備蓄原油が約半年分しかなくなります。はい、昭和16年1941年11月27日野村クルス春会談、春は春ノートを施行します。事実上の対日宣戦布告であります。昭和16年12月8日日本海軍航空隊真珠湾米太平洋艦隊戦艦群を先制攻撃、長野治軍令部総長、座して滅びるより出でて戦えという発言です。はいはい、これが当時の我が国が残された道だったんですね。はい、もしこの時に我が国がね、臆病な意識を出して、はい、今のような平和主義にこだわってですね、はい、無条件で撤退してたらね、はい、国内ももう統一不能だったしね、はい、まして欧米からはね、はい、やっぱりアジア人はダメなんだなと、そうですね、馬鹿にされたと思いますね。はい、それで真珠湾に攻撃が始まるわけですね。はい、で私はね、はい、あの皆さんに申し上げたいけどね、はい、ジャーナリストとして口だけではありませんから、これはね、はいはい、12月8日、はい、これはね、昭和に平成20年2008年12月8日赤坂プリンスホテルにおいてね、はい、海軍中佐工藤俊作顕彰式典をですね、当時まずはご健在であった中曽根元総理の ご支援の結果ですね、はい、こういうふうにして式典を実施いたしました。はい、でこの時にね、イギリス大使館からはまず反対があったんですね、その式典を開く、ね、式典を12月8日にすることに対してですよ。はいはい、12月8日っていうのはね、イギリスにとっては屈辱の日なんですよ。そうですね、なぜ、はい、屈辱の日か、はい、これをお願いします。はい、これは1920年代の世界経済の状況ですね。このイギリス領および自治領、このピンクのがイギリス領で、イギリス領
そして、はい、主な油田地帯、こっちに書いてありますね。主な油田地帯、このグリーンの 丸ですね。こういう高い、特にアジアを見てください。インドから、アジア方面はもうほとんどイギリスの植民地、およびオランダの植民地ですね。はい、こういう状況ですね。これをほとんど全部失ったんですよ、イギリスは。はい、我が国と戦うことによってですね。はい、ということで、で私はね、次にこの文言を紹介したと思います。2005年平成17年5月、インド国防省元次官で国際政治学者のケイ・サプラマイヤム氏がインドの有力紙ヒンドスタン・タイムズに、当時首相であった小泉純一郎氏がバンドン会議で胡錦涛首相に謝罪したことを痛烈に批判して、はい、なんで謝るかと、このやつに、はいはい、アジアの国々における脱植民地運動は日本のおかげで勢いづいた。東南アジアで日本軍がアメリカ、イギリス、フランス、オランダの植民地を素早く撃破したことこそ、戦後に欧米列強が再びアジアに戻ることを困難にしたのであると強調しているんですね。はい、で私はね、この我が国国民政治家のね、中国への謝罪癖、はい、これやめないとね、はい、ゆすりたかれに合いますよ。はい、はい、次いきます。大東亜戦争のレガシー。我が国は中国の一帯一路構想に対抗してインド太平洋戦略を展開しております。幸いこのベースとなる ASEAN 諸国は全てが親日国家です。特に事務局が所在するインドネシア共和国に至っては公共教育でですね、はい、日本のおかげで独立できたと強調しているんです。はい、で幸いですね、平成16年昭和16年から17年にかけて帝国海軍機動部隊はね、太平洋からインド洋にかけて一時的にはあったんですけども、はい、制海権制空権を確保しておりました。これすごいですよね。はい、この日本民族っていうのはね、これを貶めようとする輩がいるからね、これは跳ねのけないといけないと思うんですよ、私は。はい、で今年10月21日楠川首相が南ジャカルタ在のカリバタ英雄墓地に献花しているシーンが報道されましたけども、はい、NHK の最高報道官はですね、これを、はい、この事実には言及しなかったんですけど、うん、この墓地にはね、戦後現地に泊まってオランダからの独立戦争に従軍し戦死した約2000名の元日本軍将兵が埋葬されているんです。はい、でじゃあ対日感情はどうか、インドネシアの対日感情はどうかと言いますとね、はい、2002年平成14年に陸上自衛隊が同国チモールの国際選挙監視隊として行動して支え、老若男女が沿道に出てきて、はい、日本軍が戻ってきたぞって言ってね、歓声の声で迎えてるんですよ。はい、日本の国旗を掲げて車列がこう移動していきますから、はい、そこに老若男女が訪れて手を振るわけですよ。うん、これが復帰後の沖縄と、復帰直後の沖縄とは全然違うところ。はい、ね、はい、しかもね、はい、隊長がびっくりしたのはね、戦後同時には住民の手によって羽田海軍隊のね、はい、顕彰碑が建立されていたそうです。うん、羽田海軍隊はね、戦時中同方面の軍政官全盛を施したということでね、はい、今なお住民に語り継がれているそうですよ。うん、すごい歴史ですよね、野原さん。本当ですね。うん、我が国はね、戦いに敗れましたけどね、アジア解放という主目標はね、達成したんですよ、これは。はい、と私は思いますね。はい、項目3、戦争は不可避だった。1905年、明治38年5月27日、日露戦争の天王山、日本海海戦、帝国海軍は世界最強と謳われていたロシア・バルチック艦隊を対馬沖に迎撃し、そのほとんどを撃沈しました。はい、この空前絶後の大勝利を耳にしたインド独立の父ネイルは、有色人種でもやればできると感動し、イギリスからの独立を思い立ったのです。彼は当時13歳だったんですね。ポスマス講和会議の写真、はい、これはですね、皆さん、 今これ見ても若い方々はね、それがどうしたというかもしれませんけど、有色人種が白人絶対優位の社会においてね、
初めて勝利したシーンなんですね。でこれで米英は非常にこう日本に対して警戒するようになるんですよ、はい、次の写真をお願いします、はい、皆さんこの方どなただと思いますか。この方はね、我が国にとってはね、忘れてはならない大恩人なんですよ、はい、スリランカ、当時はセイロンって言ってましたけど、セイロン の,、はい、あの閣僚であったんですね、はい、ジェイア・ワルデン氏ですね、はい、私はあの遠洋航海でね、コロンボに入港した時に間接的な影響を受けたものですから、はい、このお話もしたいと思います、はい、1921年大正10年3月28日昭和天皇が皇太子時代欧州へご従事された際、お召し官カトリがコロンボに入港したと、入港して 少年ジャイアワルデネ15歳の母親は彼の丘の上に引率していってね、日本艦隊を指さして、はい、アジア人でもやればできるんだよと、はい、この一言が彼の人生を大きく変えていくんですね。うん、いやもう家畜のように扱われてね、はい、イギリスの統治下になって、はい、非常にこう陰鬱な日々を過ごしていたらしいんですけどね、はい、それを機会にして一挙に発奮して勉強していくんですね、はい、で私があえてねこのジャイアワルデネ大蔵大臣を引用するかというとね、はい、彼はね、後にスリランカの大統領になっていくんですね、はい、国名がスリランカに変わります、独立後ですね、はいはい、スリランカの大統領になりますけどね、彼はね1951年9月6日のサンフランシスコ講和会議の会議演説で、日本の掲げた理想に独立を望むアジア人の人々が共感を覚えたことを皆さん忘れないでほしいということでですね、はい、日本をかばってくれたんですよ。それだけではありませんよ、口先ではありませんよ、はい、日本への対日賠償権を放棄しますという発言をしてね、はい、吉田前権を感激させたんですね、はい、で正論単一賠償、そしてね裁判年は遺言を残してね、はい、死後自分の角膜をね、はい、日本人に提供したいということで、はい、次生まれてくる時には日本に生まれたい、うん、ここまでやってくださった人がいた、はい、素晴らしいですね。こういうね我が国の近代史っていうのはね、はい、アジア各国に大変な衝撃を及ぼしていたんですね、はい、これをですね皆さん忘れないでほしいなと思います、はい、で私たちが練習艦隊で入港した時はですね、はい、現地の中学生小学生たちが吐列してね、はい、日の丸の国旗を持って、はい、もう熱烈な歓迎を受けたんですね、そうですか。で私は復帰前後の沖縄をしてますから、はい、もう国旗は軍国式につながるといって全く棄却してましたですよね、そうですね、それを思い出してですね、うん、核も違うのかっていうのを思いました、はいはい、次いきます。でさっきの年表をまたもう一回見せていただいてですね、年表ですか、はいはい、はい、どうぞ。次いきますね、はい、また話が近代に飛ぶ現代に飛ぶんですけど、はい、まずどこから話をつなぐかというと、この対日石油禁止措置ですね、はい、昭和日米交渉中に突然アメリカはこの昭和16年8月1日に石油の対日輸出禁止を宣言するわけですね、はい、石油メジャーにそれに追従して一切日本には売ってくれなかったわけですけど、はい、ここから話をちょっと進めていきたいなと思います、はい、大本営政府連絡会議は9月3日、昭和16年の9月3日ですね、はい、外交手段を尽くすが10月上旬までに決着の見通しがつかなければ開戦を決意するという方針を採択しました。そして9月6日の午前会議で承認されたわけですね。で我が国はね、戦争遂行ステップとして3段階を設定しました。第1段階はオランダ領東インド、現代のインドネシアですね、はい、そこの資源地帯の確保を目指すと、はい、第2段階は米艦隊の撃滅、第3段階は講和工作だったんです、はい、
で、この時代にですね、文学者の亀井一郎は何て言ったか、奴隷の平和よりも王者の戦争という論文を発表しておりますね、はい、で、この頃ね、今は昨日の番組でも感じたんですけど、メディアはもう反ミリタリーでしょ、はい、反ミリタリー、そしてね、はい、軍事行動は全て悪っていうんだけど、この時は全く180度逆でね、国内メディアも世論もすでに開戦一色、連合艦隊司令長官の山本五十六大将がね、日米戦に対して慎重論を唱えたらね、それだけで暗殺ターゲットされるわけですね、また朝日新聞やなんかもキャンペーン貼ったりして、ね、バスに乗り遅れるななんて、そうそうそう、それで、ね、海軍リベラル派たち、はい、リベラル派の提督たちはね、はい、日独伊三国同盟を締結したら必然的にアメリカと対立することになるということで、はい、反対したらね、はい、なんと朝日新聞とかこの NHK の前身である日本公共放送、はい、ここはね、バスに乗り遅れるなという表現をしたんですね。そうですよね、もうイケイケどんどんのムードを作っていったわけですよね、うん、そうですね、はい、まあ、ちょっと横道にそれますけどね、はい、真珠湾攻撃が12月8日だったでしょ、12月9日以降はね、ベルリンでは軍艦町が鳴り響いてたんですよ、野原さん何でか知ってます？この真珠湾攻撃とフィリピン攻撃の目覚ましい航空戦力の運用に対してですね、ドイツ空軍はびっくりしたわけ、何か新兵器でも持ってるだろうということでね、当時の公文書をチェックしたんですけどね、普通はドイツ軍の参謀長なんかがですね、日本の駐在武官に会うためには、まず外務省を通して、日本大使の許可を経由してじゃないと会えなかったんですね、この日だけはね、突撃で来てるわけ、日本の駐在武官、豊田海軍大佐に対してですね、秘密兵器があるだろうと、ちょっと提供してくれないかというぐらいですね、あのドイツ、ゲルマンのドイツでさえもね、この真珠湾攻撃にはびっくりしたわけ。すごいんですね、はい、で僕はね、日本国民っていうのはね、すごいと思うわけ、はい、これをね、無限にこう自己否定する今の仕方がね、はい、許せないんですよ、はい、で真珠湾攻撃に若干また立ち入りますけど、はい、これはね、はい、ソ連のゴルシコフっていう海軍元帥がいたんですけどね、はい、彼の手記を見てもね、日本海海戦、日露戦争までは米英の援助を受けてね、傀儡みたいなもんだったと、ところがこの大東亜戦争における日本海軍航空隊の運用ですね、空母の運用、これにはね、最大の敬意を表するっていう論文に残ってるんですよ。で、なぜゴルシコフ元帥が そう言ったかというとね、はい、昭和16年12月8日午前3時19分前期空母から発進していくわけですけどね、はい、この時にうねりが海面が荒れていてですよ、左右ピッチング15度、結構な揺れだったんですね、世界基準では左右ピッチング7度ではもう発艦不能と言われてたんですよ、それを15度でですね、オハフ島の北方425キロの地点からね、はい、6隻の空母から第1次攻撃隊183機、第2次攻撃隊167機、はい、合計350機がね、見事に発艦していくわけ。そして同じ頃、特殊潜航艇がまたオハフ島、あの真珠湾に密かに侵入していくわけですね。で次の話もすごい。はい、同日午後2時、台湾を基地とする海軍航空隊計190機がね、フィリピン在の米空軍を空襲で撃滅していくわけですね、で最初は午前4時に出撃する予定だったわけ、はい、ところが台湾の基地には濃霧が立ち込めていてですね、やむなく午前10時の発進となったわけですね、戦争っていうのはね、野原さん、運も影響するんですよ。そうですね、はい、アメリカ空軍はクラークフィールドと今の空軍基地から飛び立っててですね、大敵行動してたわけ、ところがなかなか現れんうちにね、日本機が、燃料が残り少なくなって半分は交代でこう 着陸して燃料補給してるところだったわけね。なるほど。そこに精鋭の日本海軍航空隊が来てですね、空中戦になっていくわけだ。なるほど。もうゼロ戦の性能がはるかに優秀だったもんだからね、P40 はね、もう20ミリ機銃が一発主翼に当たるだけで砕け散ったらしい。そういうふうにしてですね、まあね、大したもんで、それで
それでしかもですよ、はい、台湾の基地からまたもう一回地図を見せていただけますか。これですね、ですね、はい、台湾の基地から飛び立ってですね、台湾の基地から飛び立って、はい、このクラークフィールド伊庭両基地に攻撃をかけるっていうのはね、はい、往復1776キロ、1776キロ、はい、東京から福岡ぐらいまでの距離があるんですね。うん、これは当時の航空技術としてはですね、もう信じられないぐらいの長距離戦闘行動だったんですよ。うん、だって空中戦の時に戦闘機が燃料を大幅に食いますから、往復の長距離と攻撃とともにですね、はい、空中戦における燃料消費まで勘案しないといけないからね、これはもう至難の業だったんですね。うん、でこれもアメリカは信じきれなくてね、はい、近くに空母がいるだろうということで探して必死に空母を探したらしい。そうなんですか、はい、あれいないということで基地につままれたみたいな気分になったらしいんだな。でこの訓練をね、野良さんどこで やったと思いますか。確か鹿児島の方じゃなかった。いや、これは真珠湾航空攻撃の低空雷撃訓練ですね、はいはい、これはね、台湾と沖縄、台湾と那覇の距離と台湾とこのクラークフィールドの距離がほぼ一緒なんですよ、台湾から沖縄、はい、だからこの昭和16年の10月ぐらいからはね、沖縄上空にはこの無敵のゼロ戦隊が飛来してきて多量に、この往復で空中あの東洋攻撃訓練と空中戦訓練をやってたわけ。あ、そうなんですか、まあ、大した問題よね。我々元海上自衛隊のですね、海外行くとね、はいはい、オフィシャルの立場で、ね、行くとね、はい、大変な敬意を表される、はい、これはね、先輩方が非常にこういう格々と戦果を収めたために、はい、今なおこのリスペクトが残ってるんですね。うん、この真珠湾攻撃における 6隻の空母の集中運用、はい、そしてこのフィリピン攻撃における長距離東洋攻撃、いずれも世界初なんですね。うん、でこれはね、中東のイスラエルの駐在武官が私に話してくれたことなんですけど、はい、1967年の6月、はい、第三次中東戦争においてね、はい、イスラエルが圧倒的な勝利を収めたのはね、うん、実は真珠湾攻撃のプロセスをね、日本に来て学習した成果だらしいです。だからこれだけね、世界の軍人から一目も二目も置かれてるんですよ。そうですか。それを自衛隊自体がね、今の自衛隊自体がね、咀嚼しきれない。うん、なんか悪いことしたみたいにさ、罪悪人の息子みたいな感じでやってるわけね。はい、はい、で次いきますね。うん、4、人種的偏見を吹き飛ばしたマレー沖海戦、はい、これお願いします。はい、私は2004年平成16年の6月14日英国バースにおいて、機関プリンス、イギリス東洋艦隊機関プリンス・オブ・ウェールズの乗組士官であったグラム・アレン元隊にインタビューしました。はい、彼は同艦座上、英国東洋艦隊司令長官、サー・トーマス・フィリップス提督の副官だったんですね。アレン氏はね、提督の戦闘指揮の過程を詳細に語りながら、次は私はむしゃぶりしたんですよ。はい、プリンス・オブ・ウェールズの沈没は、大英帝国の終焉の象徴であったと発言されたばかりではなくですね、大英帝国による世界植民地政策の終焉を意味したと、ここまで発言してくれたんですね。でグラム・アレン氏はね、プリンス・オブ・ジャあのマレー沖海戦であの脱出してシンガポールに帰った後はね、今度はあの巡洋艦エクゼターの乗組士官となってですね、はい、ジャカルタ沖にでの海戦で、はい、このエクゼターが沈められて、ついに日本海軍の捕虜としてですね、はい、終戦まであのジャワに滞留したんですね。非常に日本海軍に対して、ね、敬意を持っていました。アレン氏はね、その話をちょっと皆さんに説明したいと思います。はい、アレン氏がね、フィリップ提督に日本海軍航空隊による真珠湾攻撃の情報を伝えたらしいんですね。はい、そしたらあのフィリップス提督はね、分かってると。そしてグラム・アレン氏がですね、はい、長官、日本海軍航空隊をあなただったらね、危
険ではないでしょうかって言ったらね、はい、何て言ったと思いますか。黄色い猿どもが何ができるかと、できると一周したんですね、はい、でところがね、2時間で大撃沈されたあとですね、彼らに感動させ与えたのはね、はい、まず救助活動を一切妨害しなかった、はい、アメリカはなんやかんや口では人道主義とか言う割にはね、はい、日本海軍の艦艇が被弾して沈没したりするでしょ、はい、領艦が救助活動してるとね、もう容赦なく空中から機銃掃射して沈没させるしね、ラバールから帰ってくる病院船はちゃんと赤十字のマークしてるけど、それにもかかわらずですね、はい、撃沈して漂流する看護婦たちに向けてもまた機銃掃射加えてるわけね。そう、日本海軍とアメリカ海軍の違いはここにあるんですね。そしてね、駆逐艦このプリンス・オブ・ウェールズおよび巡洋戦艦レパルスの2隻のね、はい、には4隻の護衛駆逐艦が随伴してましたから、はい、その両艦艇の両舷にですね、2隻ずつ接岸して、救助活動にしたらしいけど、日本海軍は一切妨害しなかった、うん、さらにですね、うん、このクアンタン沖から、ま、あのシンガポールまで帰る、母港のシンガポールまで帰る間ですね、はい、日本海軍航空隊がね、直営してくれたって、護衛を、うん、本当に感動したって言ってましたよ、うん、で私にね、君は日本に帰ったらね、我々英国海軍将兵からの感謝と敬意を日本国民に伝えてもらいたいと、うん、ここまで強調したんですね、うん、で私はね、これをもうあのビデオに撮ってありますから、はい、いずれ公表したいと思っております、うん、で次いきますね、最後にね、はい、米英はね、日本民族を非常に軽蔑していた、はい、偏見を持っていた、うん、どういうことか、例えばライシャワー大使が残した「ライシャワーの見た日本」という著書があります、はい、それを見るとね、日本人は視覚には視覚、目の視覚にですね、はい、ある不思議な欠陥があって、そのために下手くそなパイロットになってしまうと、彼らはイギリスからもらった偶然に欠陥のある飛行機の原型を忠実に真似したので、その形の飛行機は一機も飛ばなかった面白い分析ですね。そしてね、1935年、はい、昭和10年2月18日、はいはい、在日英国大使館付き武官、ビビアン大佐が本国に送った秘密報告の一部、はい、日本の国民性の項にはこういう記述があります、はい、日本海軍航空隊の航空機は過去4年間に大いに改善されたが、英国空軍で使用されている類似の機種に比較すればその性能は激しく劣る、うん、2、パイロットに関しては疑いもなく皆勇敢であるが、彼らの思考力は鈍くかつイニシアチブに欠けるここまで偏見を持ってたんですね。でさらにですね、傑作の話はね、英国では今でもですね、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを撃沈した日本機のパイロットはね、ドイツ人だったって。ああ、なるほど。で、ハワイでも一時はね、うん、こういう話が残ってたんですよ。あのゼロ戦とかね、はい、爆撃機のパイロットはね、ドイツ人が雇われドイツ人だったと言ってんだな。そうですか。ただね、イギリスも非常にあの恩義に感じるところが感じたんでしょう。昭和20年の秋にね、シンガポールからもう撤退して帰還する帝国海軍の将校に限ってですね、慰労のためとして麻袋に砂糖を詰めてね、持参させたんですね。で余談になりますけど、広島県にもみじまんじゅうっていうのがあるでしょ、はいはい、美味しいですね。私も大好きで、あの広島行くともみじまんじゅういっぱい買ってたらふく食べるんですけどね、はい、これの復活させたのもね、実はこのイギリス海軍が提供した砂糖のおかげなんですよ。そうなんですか、そう。で最後に極めつけはね、ペリーの白旗伝説っていうのがあるでしょ。ペリーの、はい、ペリーが日本に来た、浦賀に来た時に幕府に白旗を送ってね、次来た時には砲撃するから、この白旗をあげたらね、砲撃中断するから、するからなと、はい、言ったんですね、実は野原さん、この白旗をね、この大東亜戦争の時にね、アメリカの駆逐艦が挙げたんですよ、日本海軍に向けて。これはね、1944年10月25日に発生したサマール沖海戦、冷帝沖海戦中の中のサマール沖海戦なんですけどね、日本海軍に追い詰められたアメリカ海軍の駆逐艦がですね、白旗を挙げた。
でここその時の駆逐艦に乗ってた砲術師がね、僕の先輩なんですね。もう撃とう手法で撃ってとどめを刺そうとしたらね、艦長が合わせて降りてきて砲塔に、やめろと、国際法違反だと、白旗上げてるじゃないかって、いうことなんですよ。だからね、ですか、この我が国が大東亜戦争で与えたこのパンチっていうのはね、大変な衝撃だった。で僕は何を言いたいか、これほど豊か素晴らしい歴史を持つ我が日本国の子孫たちがね、はい、騙された自虐主観によって、真珠湾は騙し討ちだった、ね、中国には謝罪しないといけないって、こんなバカなこと言ってると滅びるよということを言いたいしね、はい、威風堂々と戦った先人たちに対して非常に冒涜することだと思うんですね、はい、で最後に時間がないからいつもの通りで 焦ってるんですけど、はい、敗戦は屈辱ではないと、はい、負けたじゃないかって腐すやつがいるんだ、うん、で私に言わせるとアジア解放の人柱になったんだと、はい、言います、はい、そしてね、慶応義塾の塾長の小泉晋三先生がね、昭和20年の秋にね、はい、大学再開にあたって生還した出陣学徒と元予備士官たちに対してですね、はい、まあ、こういう内容のことを言ってます、はい、あの戦争に負けたことは問題ではないと、ヨーロッパでは何度も戦争に勝ち負けをしている、日本は負けた経験がないので大きなショックを受けているが、祖国のために命を掲げる用意があったということを一生の誇りとしてもらいたいとおっしゃってます、はい、皆さんドイツを見てください、はい、ドイツは2度の対戦を追っ始めてですね、2回とも負けました、はい、しかし冷戦、東西冷戦で勝利を収めました。あ、そうですね、はい、なぜか、はい、シュミット首相、元ドイツ軍大のシュミット首相のことに言及したいんですけど、1977年の、秋ですね、はい、中距離核ミサイル、多弾頭核ミサイルをですね、SS-20 をね、ソ連がね、西ドイツおよび NATO 諸国に向けて300発配備したんですね、はい、日本だったらね、すぐあの遺憾を、それはいかん、遺憾って遺憾ばっかり言って、はいはい、何も実行しないでしょ、シュミット首相がやりかったのはね、ドイツからアメリカから核シェア連合をもらしてですね、パーシング2っていう単弾頭の核ミサイル300発をね、はい、モスクワに向けて照準して配備したんですよ、うん、当時ヨーロッパではもう核戦争が起きるということでね、はい、この傀儡デモ隊が発生して10万人、ひどい時には50万人の 大規模でデモが発生していたわけ、でもシュミット首相はね、来るなら来いと、はい、差し違えてお前も死ぬぞということでですね、ついに SS-20 を実力で排除したんですね、大勝利ですよ、東西冷戦の。そうですね、でチョンギレで出た東ドイツも奪還したでしょ、はい、日本なんですか、シュミットから見たらですね、はい、北方領土すらでですね、奪還できない、はい、竹島すら奪還できない、なんだこの弱虫って思ってると思いますよ、はい、はい、ということで、もう早口で終わりましたけど、そうですよね、そういうドイツのような気持ちの問題ですよ、気持ちの問題ですよ、お前らがやるんなら俺らもやってやるぞっていう気持ちの問題ですよね。これから中国はね、もっとしたたかに前方展開してきますからね、はい、もういかん、いかん、いかんに思う、いかんに思ういったら余計舐められてくる、はい、戦う意識を回復することがね、はい、自分をも守る最大の手法ですよ、はい、はい、で私は今日はね、ちょっと粋な企画をしました。皆さん笑われるかもしれませんけど、まず愛国行進曲の一部を流すのとですね、太平洋およびインド洋で大惜しく戦った勇士たちにですね、献杯をしたいと思います、はい、献杯。じゃあ最後に万歳をしたいと思います。日本国万歳。万歳。先人に誇りを。おります。